彼の仕事はダンスです。私たちの仕事は立ち止まらずに見守ることです。平野仕様最高です。リビングルームの設定では、平野仕様は黒い革のジャケットに白いシャツを着ています。彼はまるで自宅のダンサーのようです。家に一人でいる時は音楽が流れています。ジャンプしてジャンプするだけで全てのストレスが解消され、心配は分散無償してしまうでしょう。 昨日、音楽に合わせて踊るヒラの仕様のパワーを一番感じた時、全身が音に支配された電流のようで、歌詞に合わせて体が柔軟で、音楽に合わせて感情が流れていくような素晴らしい感覚を楽しんでいるような気分でした。自分らしく音楽に打ち込んで生きていける。ファンもヒラの仕様の熱意を感じたのか、音楽に合わせて華麗に素早く足を変えて踊る姿は、 その場にいた私たちも思わず歓声を上げずにはいられませんでした。そこにいる誰もが幸せで溢れていました。最高だね完全に音楽に身を委ねてのパフォーマンスみんな至近距離で見ることできてよかったですねしょくんもきっと嬉しいし幸せいっぱいで踊っていたと思いますよみんなの嬉しさが動画を通して伝わってきます。本当によかったですね。存分に幸せな時間堪能してくださいね。私も幸せです。 みんなが待っていてくれたことついてきてくれたことしょ、君もじ君くよ、きしもきっと同じ気持ちで感無量だと思います。新しい物語が始まる。それは音楽がもたらす魔法の世界への扉である。リビングルームのシーンでは、平野の陽が自宅で音楽と踊りに没頭している姿が描かれています。その情景はまるで一人のアーティストが自らのキャンバスに魂を注ぎ込む様子のようでした。しかし、 その背後には何があるのでしょうか友人と一緒に平野紫洋のライブパフォーマンスを館に行きました。その瞬間、私たちの心は音楽に支配され、身体はリズムに合わせて自然と動き出しました。その魅力的なパフォーマンスに圧倒されながらも、一つ気になったことがありました。彼の情熱はどこから来るのか、その源泉は何なのか、私はその疑問を探求するために、 彼の人生と音楽にまつわる物語を探求する旅に出ました。平野紫耀のファンである人々は、彼が音楽に対してどれほどの情熱を持っているかを感じ取ることができます。彼のパフォーマンスは、単なる歌と踊りではありません。それは、彼が音楽と共鳴し、それを通じて自己表現するための手段なのです。その情熱は、彼のファンだけでなく、私たち観客にも伝わります。 その場にいる誰もが彼のパフォーマンスに心を奪われていました。しかし一方で彼の音楽に対する情熱の源泉には何か別の要素があるのではないかと私は考えました。彼が家で音楽に没頭する姿を見て私は彼の内面に光を当てる必要があると感じました。そのために私は彼の周りにある人々との交流や彼の個人的な生活についても探求しました。 すると、興味深い事実が明らかになりました。平野紫洋は、幼い頃から音楽に親しんできたのです。彼は家庭で音楽を聴きながら育ち、自然と音楽の世界に引き込まれていったのです。その影響が彼の今日のパフォーマンスにも色濃く残っていることは明らかでした。そして、彼の音楽に対する情熱は、彼自身の人生の経験や、彼を支える人々とのつながりからも生まれています。彼の音楽は、単なるエ